俺の家はもともと母子家庭で、俺と弟と三人で生活していた。父は弟が生まれてすぐに不倫をして、相手の女と一緒に出て行ってしまったのだ。そして弟は幼い頃から体が弱く、入退院を繰り返していて、母はそれにつきっきりだった。さらに俺のことも気にかけつつ、仕事もしないといけない。そんな母は本当に大変な毎日を送っていただろう。父から養育費はもらっているものの、弟の入院費がかかるため、生活はかなり厳しいものだった。いろいろな問題を抱える家族だったが、俺が中学に進学すると、そこでまた新たな問題が発生することになる。勉強だけが取り柄だったお前が、浪人だなんて、ほんとウケるな。俺の名前は高山源氏。家はもともと母子家庭で、俺と弟と三人で生活していた。とはいえ、弟の浩二は幼い頃から体が弱く、入退院を繰り返していて、母は付きっきりになるため、俺の幼少期は家に一人でいることが多かった。俺はそんな一人の夜が寂しくて、とても嫌いだった。しかし、一人で働きながら弟の看病している母に、そんなことは言えるはずがなかった。それに、弟を助けるためだと思えば、ある程度のことは我慢ができた。ただ、家に一人でいてもすることがなく、時間を持て余していた。そんな俺は、母の負担を、ちょっとでも軽くしたいと思い、気づけば家事をするようになっていた。最初は母を真似てやっていたことで、洗濯機に山盛りの洗剤を入れてしまって、逆に母を困らせてしまったり、アイロンをかけようとして服を焦がしてしまったこともある。料理をしようと思い、包丁を取り出した際に指を切ってしまい、帰ってきた母に、慌てて病院に連れて行かれたこともあった。正直、手伝いというよりも、迷惑や心配をかけてばかりだったと思う。しかし母は、そんな俺に怒ることもなく、俺の気持ちを汲み取ってくれていた。源ちゃんは、お手伝いしてくれようとしたんだよね。ありがとうね。でも、もう危ないことはしないで。お母さんと約束してね。ケンちゃんのその気持ちだけでお母さんは嬉しいから。そう言って俺の頭を撫でてくれていた。それからは母から教えてもらった家事をこなしていき、少しずつできることも増えていった。すると俺は母のことを助けている実感が湧いてきて、とても嬉しかった。父は浩二が生まれてすぐに不倫をして、相手の女と一緒に出て行った。それまでは俺も父のことを好きだと思っていたが、母を裏切り出て行く姿を見てからは、父のことを憎いと思っている。そんな母は必死に働きながらも浩二の付き添いをして、さらには俺のことまで気にかけないといけない。本当に忙しくて大変な毎日だったと思う。父から養育費はもらっていたらしいが、浩二の入院費がかかるため、生活はかなり厳しいものだった。そのことを知っていた俺も、家族のために頑張りたいという一心で、自分にもできる家事をどんどん増やしていった。そして俺が中学生になった頃、田原という生徒と同じクラスになった。彼はクラスの中でも中心人物で、男女や先輩後輩問わず、常に周りに人がいるような人気者だった。今日みんなでカラオケ行かね？駅前にできた新しい店、あそこの店員が可愛らしいよ。彼が一言そう言えば、クラスメイト全員が参加する勢いになり、おーい、先輩から過去問もらってきてやったぞ。彼が試験の過去問を入手すれば、クラス中から神様のように崇められていた。
しかし、俺だけは自分と正反対の田原が少し苦手だった。高山、お前も来るよな。いや、俺はお金ないし、いいや。え？たかがカラオケだぞ。ちょっとくらい持ってんだろ。いや、ごめん。本当に余裕ないんだ。最初の頃は俺も誘われていたが、俺はその誘いを断り続けていると、いつしか遊びに誘われなくなっていた。俺にとってそんなことはどうでもよかったのだが、田原は俺に断られたことが気に食わなかったらしく、気がつけば彼やその取り巻きから陰キャやオタクと陰で呼ばれるようになっていた。そんな風に呼ばれるのは俺だけではなく他にも数名いた。彼のノリについていけなかったり、誘いを断るクラスメイトは誰であろうと陰口を言われるようになるのだ。そして気づけばクラスは田原率いる陽キャと俺たち陰キャで二分されているようになっていた。そして皮肉にも田原と俺は三年間ずっと同じクラスだったのだ。中学三年生になると、すべての行事において自分たちが中心となり、後輩たちを引っ張っていかなければいけない。体育祭や文化祭などのイベントが大好きな田原は、ようやく最上級生になったことで、自分が学校全体の中心になれたことをかなり喜んでいた。おい、文化祭の出し物どうする？俺は、せっかくステージがあるんだから、どのクラスよりも目立つことをしたいと思ってる。そうだな、劇とかどうだ？絶対盛り上がると思うんだけど。田原は張り切って場を仕切っている。ああ、あの劇だと練習も大変だろうし、展示の方がいいかと。クラスメイトの一人が恐る恐る意見を出すと、ああ、せっかく今意見がまとまってきたのに、文句あんのか？いや、文句ってわけじゃ。まあいいや。ついてくる気のない奴は邪魔なだけだからやらなくていい。やりたい奴だけで楽しもうぜ。するとそこに、田原くん、そのやりたい人だけでやる劇っていうものは、先生には全然面白そうには見えないんだが、どの辺が面白いんだ？はあ？急に口挟んでくんなよ。今見ていたが、その劇に心から賛同している人はほとんどいなさそうだけど、君自身はそれに気づいているかい？なんだと？文化祭を楽しむことはもちろん大事だ。でも文化祭は君一人のものじゃなく、みんなで作り上げるものだろう。クラスのみんなが納得して楽しめるものでないと意味がないんだよ。自分たちさえ良ければそれでいいというのは、ちょっと思いやりに欠けるんじゃないか？みんなの意見や考えを汲み取ってこそ、真のリーダーだと先生は思うけどな。先生は機嫌が悪い田原を諭す。はあ？何？説教？ふざけんなよ。田原は最初は必死に反抗していたが、クラスメイトの誰一人として自分に加勢してくれなかったことがショックだったようだ。そうかよ。じゃあお前らで勝手に展示でも何でもすればいいよ。俺は絶対にそんなつまんねえことやらねえから。田原はそう言って教室を出ていったが、俺はさすが先生と感心していた。結局、田原がリーダーになることはなく、学級委員であった俺が場を仕切り、無難な展示に落ち着き、結果も大成功を収めることができた。ある日の朝のこと、その日は俺の高校受験の日だった。え？工事が？わかりました。すぐに向かいます。母は朝から血相を変えて誰かと電話をしていた。聞くと、
康二の容態が急変したらしい。俺は気にせず受験に行けと言われたけれど、こんな精神状態で受験なんてできるわけないと思い、俺は志望校の受験を棄権してしまった。そしてすぐに病院に向かい、手術室の前で待っていた。医師の懸命かつ迅速な処置により、康二はなんとか一命を取り留めることができた。俺も母もほっとしていたのだが、俺は今日受けるはずだった公立高校しか願書を提出しておらず、行ける高校がなくなってしまったのだ。それを知った田原は数日後、俺の元にやってきて、馬鹿にしたように見下してきた。勉強だけが取り柄だったお前が浪人だなんて、ほんとウケるな。病院に行ったところで、お前はどうせ何もできないんだから、おとなしく受験に行けばよかったのに、頭悪すぎだろ。いや、ほんと最高だな。笑いが止まらねえよ。俺は彼からの言葉に、今まで溜め込んできたことが爆発した。そんなに楽しいか？はあ？そうやって人を馬鹿にするのが、そんなに楽しいかって聞いてんだよ。人を見下すのもいい加減にしろよ。俺は田原の胸ぐらをつかみ、そのまま殴りかかろうとした。しかし俺は先生に止められ、すぐに別室に連れて行かれた。そして先生は俺の話を黙って聞いてくれた。今まで俺が耐えてきた辛い思いを受け止めてくれて、一緒に涙まで流してくれた。そうか。そりゃあ辛かったし、寂しかったよな。俺は先生の涙を見て、ほんの少しだけ心が軽くなったような気がした。俺は間違ってたんですかね。受験なんかよりも弟の方が大事で。康二の容態が急変したって聞いたら、いても立ってもいられなくて。その時は、受験なんてどうでもいいやって思っちゃいました。でも、後悔はしてません。この先どうしたらいいか困っちゃいましたけど。すると先生は優しく笑ってくれた。受験より、康二君のことを優先したのは間違いではないと思うな。仮に受験に行ったとしても、康二君のことが気になって、本来の力を発揮できなかったかもしれないしね。先生、辛くなったらいつでも私に連絡したらいいよ。私は君の味方だ。君は一人じゃない。大丈夫だから。そう言って先生は俺に住所と電話番号を教えてくれた。俺は当時携帯電話なんて持っていなかったため、先生に連絡をするときは手紙を送っていた。先生も俺に付き合ってくれて、毎回丁寧な返事を送ってくれた。そんな俺も中学を卒業してから15年が経ち、同窓会の案内が送られてきた。中学の同窓会か。当然、俺はその案内を見ても行く気にはならなかった。しかし、先生も出席予定という一文を見て、俺は参加することを決めた。そして当日、同窓会はホテルの宴会場で行われ、久しぶりに話す同級生との会話は思っていたよりも楽しかった。俺のことを学級委員長だと覚えていてくれていて、なんだか嬉しかった。その中でも一部の団体が異様に盛り上がっていた。田原たちのグループだ。当時と変わらず大きな声で騒いでいる。あそこにだけは近寄らずにいようと思っていたが、ふとした瞬間に田原と目が合ってしまい、彼はニヤニヤしながらこちらに近づいてきた。あれ、もしかしてお前、高山か？そうだけど。やっぱりそうだ。スーツなんて着ちゃってどうしたの？全然似合ってないじゃん。お前はもっと
ダサい格好の方が似合うよ。同窓会が終わったら仕事だからさ。俺は必要最低限の言葉で返すように気を払っていた。中卒のお前がスーツを着て仕事？そんな見栄を張らなくてもいいんだぞ。しかもこれから仕事だなんて、どんなブラック企業で働いてんだよ。まあ中卒だとそんな会社しか拾ってもらえないのか。俺が働いているような大企業はホワイトだし、誰が聞いても知ってる企業だから最高だよ。俺は田原の言葉を聞き、そっか、それはすごいね。じゃあまた。とその場を去ろうとした。おい、ちょっと待てよ。中卒で働くってどんな感じなのか、俺に詳しく聞かせてくれよ。今後の参考にしたいんだよ。あ、もしかして中卒って言ったこと怒ってんの？悪かったって。謝るから話聞かせてくれよ。な、俺たちの仲じゃないか。せっかくの同窓会なんだから一緒に飲もうぜ。その後も田原はしつこく俺につきまとい絡み続けてきた。そして同窓会も終盤に差し掛かった頃、俺は先生の姿が見当たらないことが気になった。何か急用ができてしまったのだろうか。そんなことを考えながらトイレに行こうと会場の外に出ると、再び田原がついてきた。なんだよ、もう仕事の時間か？トイレに行くだけだよ。ああ、トイレね。じゃあ俺も一緒に行こうかな。こんなに俺に絡んできて何が狙いなのだろうと思いつつトイレに向かうと、途中にあるロビーのソファーに金髪の女性が座っていた。綺麗な人だな。女優さんみたいだ。田原は一人で興奮していると思うと、おい高山、お前あの人ナンパしてこいよ。そんな命令をしてきたのだ。は？嫌だよ。そんなこと言うなよ。お前の中卒英語であの美人をナンパしてこいよ。にやつきながら田原は俺にそう言う。その手にしっかりと携帯が握られていて、俺が女性から振られるところを動画にでも収めるつもりなのだろう。本当に中学の頃から何も変わっていないことに俺は呆れていた。悪いけどそれは無理だな。そのまま通り過ぎてトイレに向かおうとすると、田原は俺の腕をぐっと掴んだ。いいから早く行ってこいよ。俺はため息をつきながら田原の手を振り払った。話しかけるのはいいけど、あの子俺の秘書なんだけど。俺がため息をつきながらそう言うと、は？お前何言ってんの？とうとう頭がおかしくなったのか？と一切信じようとしない。するとその女性は俺たちに気づいたようで、こちらに向かって歩いてきた。田原は緊張しているのか、一瞬にして体が固まっていた。しょうもないこと言ってないで早く行ってこい、と再び俺を押し出すと、あれ社長、予定よりも随分早いですが、もう終わったんですか？俺よりも先にその女性が話しかけてきた。外国人女性の口から出てきた流暢な日本語とその内容も相まって、田原の動きは完全に止まった。ああ、ごめん。もう少しかかりそうなんだ。会いたかった先生がまだ到着してないみたいでさ。時間ってまだ大丈夫かな？はい、大丈夫です。私が早く来ただけなので、コーヒーでも飲んで待ってますね。そうか、助かるよ。おい高山、これは一体どういうことなんだよ。お前本当にこの人と知り合いなのか？だからそうだって言っただろ。嘘だろ、信じられない。秘書は何が起こっているのかわからず
首をかしげていた。ん？高山くん？高山くんじゃないか。そしてその時登場したのは、中学の頃、俺の大好きだった先生だった。君は田原くんだ。久しぶりだね。ああ、ご無沙汰してます。いやあ、二人に会えて嬉しいな。特に高山くん。君はアメリカに行ったと手紙に書いてあったから、今日会えるかどうか気になっていたんだよ。え？アメリカ？先生の発言に田原が首をかしげた。俺、日本の高校には行かなかったけど、あの後すぐに渡米して向こうの高校に通ってたんだよ。そのままアメリカの大学を出て、今では仕事をしながら日本とアメリカを行き来してるんだ。どういうことだよ。俺が中学を卒業してすぐ母は再婚した。再婚相手は工事の主治医であり、心臓外科の名医だった。そしてその義父の紹介によって、工事はアメリカで心臓の手術を受けたのだ。俺も母もアメリカについて行き、そのままそこで生活するようになったのだ。そして俺はアメリカの高校に通い、有名大学に進学した。在学中に起業した会社が想像以上に早い段階で軌道に乗ってくれたことで、今では従業員が100名以上の会社にまで成長したのだ。はあ？起業？学生なのに？お前知らないの？向こうでは学生のうちに起業することはよくあることだよ。俺も現地の彼女と一緒に起業したからさ。そう言って俺は田原に名刺を渡した。そこに書かれている社名は上場企業であり、証券マンである田原が知らないわけがなかった。嘘だろ？やはり見覚えがある会社のようで、田原は言葉を失っていた。確かに俺は日本の高校には行けなかった。でも、そんなことは社会に出れば関係ないんだよ。優秀な人ほど学歴なんて気にしないし、中卒でも高卒でも大卒でも、社長は社長。ちゃんと仕事をしていれば、平等に評価してもらえるんだよ。田原は肩の力が抜け、崩れ落ちていった。なんでだよ。え？なんでお前はいつも俺の前を行くんだ。田原は力ない声でつぶやいた。俺は中学の頃からずっとお前に憧れていたんだ。実は俺も母子家庭で父はいなかった。でも、お前のところとは違って、俺の母はコロコロ彼氏を変えるような女だったんだ。いつも家には知らない男が泊まりに来てて、俺は自分の家なのに場所がなかった。だから夜は家に帰らないような生活をしていたんだ。お前の家族みたいにみんなで協力して、仲良くしてるのが羨ましかった。田原、成績だってお前の方が優秀で、先生からも信頼されている。それに比べて俺は家庭環境がバレたくないのを理由に、ノリとテンションだけで明るく振る舞ってきたんだ。だから俺はお前をバカにすることで鬱憤を晴らしてたんだ。成績はちゃんと勉強したからだし、学級委員長だって手を挙げれば誰でもなれた。真面目に生きてれば人からの信頼はついてくるし、人を馬鹿にしたところでお前の理想には近づけない。そんなことはわかってる。お前が高校に行けなかったことをからかった時、お前は初めて俺につかみかかってきた。そこで初めて分かったよ。俺は取り返しのつかないことをしたんだなって。でも、それに気づいた時にはもう遅かった。謝る機会もなかったんだ。だから今
お前がここに来たら謝るつもりだった。でも、お前は思っていたよりも幸せそうで、それを見たら今まで気にしていたのがバカバカしくなって、また腹が立ってきたんだ。田原は俺のことを羨ましいと言ったが、それは俺も同じだ。ずっとクラスの中心にいて友人も多く、彼の周りには常に人がいた。毎日笑顔で楽しそうな声が飛び交っていて、それを何回羨ましいと思ったことか。俺は家族の愛情は感じていたが、学校に出てくれば腹を割って話せる友人もいない。周りからは真面目だとレッテルを貼られ、やりたくもない委員長だって仕方なくやっていた。それに追い打ちをかけるように、陰キャだ、オタクだと陰口を言っていたのは田原自身ということを忘れたのだろうか。それを告げると田原は驚いた表情で俺を見た。俺はもともとそんな真面目なタイプの人間じゃない。自分の気持ちを押し殺して、なんとか寂しさを紛らわせてるような、そんな子供だったよ。だから、明るくて、みんなから慕われている田原のことが、ずっと羨ましかったよ。なんて、お前、そんなこと一度だって。言うわけないだろ。お前だって、俺に言ったことないんだから。お前がそんなこと考えてるなんて、全然知らなかった。いつも無表情だったし。そんなのは表情に出していないだけだ。感情までないわけないだろ。嬉しいこともあれば嫌なことだって当然ある。そうだよな。俺はお前がいつも平気そうな顔していたから、何をしても大丈夫だって勝手に思い込んでいたよ。高山、本当に悪かった。逃げるように無視ばかりして、ちゃんと嫌だと伝えなかった俺も悪いと思ってる。もっと意思表示をすべきだった。俺の方も悪かった。15年越しの謝罪にお互いがうつむいた。いやー、二人ともあの頃とは比べ物にならないほど成長しましたね。田原くん、君が自分から気づけたことはとても素晴らしいことです。間違っていたことを間違っていたと認めるのってとても難しいことですよね。ただ、高山くんを傷つけたのは事実だ。そこはこれからもしっかりと反省すべきです。はい。そして高山くん、なかなか感情を表に出さない君が、あの日、感情をむき出しにしてくれたことは、とても嬉しかったです。それに、相手の悪い部分だけでなく、自分の非もちゃんと認めたのは、これも大変素晴らしいことです。はい。人生の中には、相入れない人も多くいるでしょう。むしろ、そういう人の方が多いかもしれません。それでも生きていく中で、互いを理解しなければいけないことがあるのも事実です。先生にとって、田原くんも高山くんも、どちらも大切な私の生徒です。君たちだけでなく、私が関わってきた生徒たちみんなが幸せに過ごすことが、私にとっての幸せです。そして今ここで一つのわだかまりが解消された。それは私にとってすごく嬉しいことです。君たちは二人とも先生思いの優秀な生徒です。そんな君たちのことを私は誇りに思います。先生の言葉に俺と田原は顔を見合わせ恥ずかしそうに笑った。そしてこの日以来、俺は田原と連絡を取り合うようになった。最初はぎこちなさもあり、会話も続かなかったが、今では普通の友人のように会話ができるようになり、
仕事終わりに飲みに行くようになった。彼は高校入学後、自立を目指して奨学金で大学に入り、大手の証券会社に就職をしたのだという。そんな大手の会社に入るだなんて、就活も大変だったんじゃないか？そりゃあ大変だったよ。かなり対策もしたしな。毎日エントリーシートとにらめっこしてたよ。そっか、すごいな。いやいや、お前に比べたら俺の努力なんて大したことないよ。言葉も通じない国で必死に頑張ってきたんだろう。学生のうちから起業するなんていう意気込みとか決意の方がよっぽどすげえだろう。こうして飲みに行く頻度も増え、今では週1回のペースで会うようになった。今では中学時代では考えられなかった恋愛の話などもするようになった。え、プロポーズ？そう、あの秘書のことは実は何年も付き合ってるんだ。でもビジネスパートナーとしての関係が長くて、それに彼女はアメリカ人だから、どんなプロポーズがいいのかなって考えたら、なかなか行動に移せなくてさ。でも仕事も落ち着いてるから、これ以上彼女を待たせるのも悪いなって。あんな美人がお前を選ぶとはな。それどういう意味だよ。冗談だよ、ごめんって。俺が田原にプロポーズの相談をすると、意外にも彼は真剣に考えてくれて、プロポーズする場所や方法なども調べてくれた。その結果、プロポーズは見事に成功して結婚することが決まった。気づけば田原は昔のような嫌味を一切言わなくなった。まるで別人のような性格になり、雰囲気もとても柔らかくなった。そのせいなのか、彼は今非常にモテているという。しかし母のことがトラウマになっているようで、なかなか女性を信用することができないらしい。結婚なんて俺には無理だよ。まあ今の生活に満足してるから別に焦ってもないんだけどな。俺は田原のことを心配していたが、当の本人は意外とケロッとしていた。結婚が全てだとは思わないが、彼の心の傷が少しでも早く良くなるといいなと思った。それから数ヶ月後、俺は無事に結婚式を挙げた。参列者の中には先生も田原の姿もあった。おめでとう。絶対幸せになれよ。ありがとう。落ち着いたらまた飲みに行こうな。また連絡するよ。わかったよ。俺からも連絡する。そんなやりとりを先生が嬉しそうに見守ってくれていた。中学の頃は田原とここまで分かり合える日が来るなんて想像もしていなかった。人と人はどれだけいがみ合っていても、腹を割って話し合うことで分かり合えることがあるかもしれない。妻とは国籍も育ってきた環境も全然違うが、こうして家族になることができたし、中学の時にあんなに大嫌いだった田原は、今では親友と呼べるほど大切な存在になった。物事を勝手に決めつけるのではなく、対話を重ね続けることが大切なのだろう。これは仕事でもプライベートでも同じことが言える。俺はそれを忘れることがないように、これからも生きていこうと誓った。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。